ヘレン・ヘリング・スティーブンスはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。1936年ベルリンオリンピックで金メダルを獲得した。スティーブンスはミズーリ州の出身。短距離では無敗を誇った選手で、さらに砲丸投げや円盤投げといった投てき種目でも国内のタイトルを獲得するほどの選手であった。18歳になったスティーブンスは、 1936年ベルリンオリンピックに出場する。彼女は100メートルに出場。世界記録保持者であったポーランドのスタニスラワ・ワラシェビッチを下して金メダルを獲得する。友情タイムの11秒後は世界記録を上回るタイムであったが、レース前に吹いていた強い追い風により世界記録と認められなかった。さらに彼女は400メートルリレーに出場し、 トップを走っていたドイツがバトンを落とし、アンカーを務めていたスティーブンスは2つ目の金メダルを獲得した。スティーブンスはオリンピック後ほどなく引退。その後、プロ野球やソフトボールの選手として活躍。また、1938年から1953年まで、彼女は自らがオーナー兼監督を務めるバスケットボールのセミプロチームで活躍した。 ありがとうございます。